見せてもらおうか倍返しお笑いライフハッカーの性能とやらを「ホッホッホッ伝説のスーパーユーチューバーベウェルダンホズミです」でもおもんないでーということでございまして皆さんこれご存知でしょうかコントとコントの間にある本当の感情をコントロール不能など教科覚かかるべしなんで口で言うとカナじゃねえよっていうラップを。 まあヒ,あのヒプノシスマイクっていうグループが歌ってるラップの部分を自分のラップであるかのようにずっと歌ってるえっとね t i k t o k ーテ t i k t o k って15秒と60秒の動画サービス最近人気のやつあるじゃないですかすごい人気なんですけどもその中で最近とりわけバズってる人がいましてそれは混沌さんって呼ばれてるんですよその混沌と混沌の間にある本当の感情をコントロール不能な間の,の混沌を取ってね混沌と混沌。 すんごい人気なんですってでうちの職場でも YouTube とか TikTok 結構流行ってるからもうみんなその混沌さんの話ばっかりしてていや混沌さんホゼミさん混沌さんやった方がいいですよって結局何が面白いのかって結論ね彼らの結論そのうちの若い子たちの結論は顔が面白いだけだっていう結論になったんですけどすごいのがこれすごいんですよ混沌さんなんと何がすごいかって言いますと渋谷で オフ会をやったんでオフ会。そしたら、オフ会に来た人、ゼロ人だったんですよ。これはすごいよ。これね、あのミルクボーイ風に言うんだったら、これはゼロはすごいよ、ゼロ。ゼロってことは、あの1から99は凡人やけど、ゼロと100は天才や まだ測りきれてないって意味で0と100は天才やってうちの中学の時の先生が言ってたからこれミルクボーイ風に言うとこういうことなんですよすごいことや0は0俺が目指してるとこだから最弱はめっちゃおもろいやんと思ってその <laughs> 渋谷の渋谷のオフ会0人は羨ましいよこれはということでねあの私も混沌さんにもうすごい今ジェラシーを 渋谷でオフ会ゼロ人はちょっとすごすぎるからそれまあまあです、ね、人気になったにもかかわらずっていうのがあるから余計面白いじゃないですかいやーこれすごい僕だからかちょっとあげますか TikTok に皆さん期待しててください混沌と混沌の間にあるおじい今猛練習してましたからということでですねあの何、ー、か混沌さん結構でしかも混沌さん YouTube チャンネル始めたんですって どうも混沌さんです言ってまあこういう流れで僕そう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 ,いう,そういう流れになってますからこれ絶対チェックしてください混沌だから前もあれ,あれありましたよねあの「タナカタナカ」田中のパ「パーフェクトヒューマンの」のあれったでしょ「オリラジのあっちゃん」か「パーフェクトヒューマン」のをあんまちゃんとうまく歌えてない。 やつがこうバズったりしたじゃないですかもうそれみたいなもんだと思うんですけど今はもう混沌さん一強ですよなんか TikTok のタイムラインを見てるととりあえず流れてくるんですって混沌さんが沖縄に住んでるね混沌さんまあその子 <laughs> そんなんが来てるなと思ってくれたらね幸いですけどもということで、えー、またお会いしましょうウェルダン穂住でした 昆虫と昆虫の狭間にあがる本当の漢字はコントロール不能なようだ来客かあるべしなんでロゼイヨウドかんだじゃねえよええー、がちょっとハンデになっちゃったからね、えー、チャンネル登録で私を導いてくれ